今回はあのイニシャル D 最弱と言われる、竹内一輝の速さを見ていこうと思います。普通に見たら面白くないので、8周目の一輝と庄司慎吾を比較していきます。なるほど。これだとゲーム上で一番速い一輝が見れるってことか。というか加速でフルチューンの86と並ぶのがやばい。よし一回譲ってみます。一輝ってこんなスピード出てたっけ？それが8周目になるとまあまあ速いです。ここら辺のストレートの伸びがやばいな。本当にこれは8号なのか。庄司慎吾とほぼ互角だぞ。一輝、コーナーも綺麗だな。ここら辺だと197キロスピード出てるぞ。全然庄司慎吾よりも速かった。このゲームの8周目が恐ろしいというのは伝わった。8周目の分差にも勝てないわけだ。